こんにちは。今日はデッサン初心者は、何をデッサンしたらいいのっていうちょっとね、そういう質問にちょっとお答えしていきたいと思います。ね、デッサン始めて、最初の頃って、何を描いたら一番描きやすいモチーフだったりとか、あとその訓練のためにはどういうものがいいのかっていうね質問をちょっといただいたので、こちらを答えしていきたいと思います。で、もちろん美術大学を入試志望している人とか、趣味でデッサンをやってる人とか、あとまた漫画家とか、あとイラストレーターとか人にも参考になるモチーフなので、ぜひねこのモチーフを始める最初を始めていけばすごくデッサンを多分苦手意識だったりとか恐怖心、変な恐怖心、難しいみたいなイメージを持ってる方とかにもすごくおすすめなので、すごく僕の方ではやっぱりねそのデッサン初心者の人にこれを描いたらいいよっていうのをちょっといつもだいたいアドバイスしてるものです。で、全然家でもできますし、別にそんな紙と鉛筆とあとねそういうもので特別そんな高いものを用意してこれを買う必要もないし、ですごく、身近なものなので、リアルにその情報を受け取る発見することができます。でそのモチーフ、モチーフ書いてほしいモチーフなんですけど、それは、あなた自身の自画像になります。一番最初に私がデッサン初心者の人に、おすすめしているモチーフっていうのは自画像になります。でなんで自画像かっていうと、やっぱり自分って、自分の顔が、好きとか嫌いとか、いろいろあるとは思うんですけども、毎日大体1回ぐらいは多分鏡で見るとは思うんですよね。でその中で、いつも普通に見ている、顔の中に今までなかった例えば傷とかシワとかあとほくろとかそういう変化って結構毎日鏡を見てても結構気づかなかったりするんですよね。でデッサンすることになると、やっぱそういう表情をやっぱりすごく観察することが大切になって、その変化に気づくっていうんですかね、例えばそういう自分の顔に、すごく身近な自分の顔にはあったんだけど自分も知らなかったようなものを発見するっていうんですかね、この観察っていうことが、デッサンの本質になるの でその観察っていうものを、自分のすごく身近な顔を使って訓練するって言いますかね、知ってもらうためにすごく自画像っていうものを進めてます。で結構僕の知り合いとかだと、誕生日の日に毎日、例えば誕生日の時に日に毎年自画像を描いて、写真を撮るような感覚なんだと思うんですけど、そういう感覚で自画像を描いている人もいるし、すごくやっぱ自分の顔ってやっぱすごく身近なので、すごく描いてると、本当その変化が楽しかった、描いてて楽しいっていうことを見つけやすいんですよね。逆にそういうなんか変な瓶とかなんかコップとかだと、すごく形としては取り合いやすいかもしれないんですけど、なんか勉強チックで、なんですかね、集中できないとか興味が湧かないっていうことも結構あると思うんですよね。なのでできるだけ僕は一番身近で興味のある自分の顔、自画像っていうものを最初に進めてます。で本当にこれすごく楽しく、全然すごく時間をかける必要は全くなくて、最初本当は最初のうちはもう
全然10分とか20分とか、まあ、1時間とか、まあ、皮膚が1時間で全然時間は何分でもいいんですけど、自分 の、まあ、いきなり何時間も1枚にかけて書くっていうのはすごく大変だと思うので、すごくまあ自分が、まあ、これだったらその書くこと自体は、苦にならないかなっていう時間をちょっと、まあ、なんかの携帯とかでちょっとタイマーとかで測りながら、まあ、書いてもらうのがいいと思います。で、じゃあ具体的に、まあまあ、自画像を始める上で、まあ、ちょっと、まあ、具体的なステップになるんですけど、まあ、まず最初に一番ステップ1として顔全体が映る鏡を用意する、まあ、卓上の鏡みたいな、まあ、大きい鏡でも全然いいですし、まあ、手鏡だとちょっと自分の顔全体が映らないので、まあ、顔が全体映るものでちょっとこう設置できるもの、手が離せるものがいいと思うので、まあ、卓上のまあそういうものを鏡を用意してもらって、あとステップ、次はステップ2なんですけど、まあ、紙と鉛筆と消しゴム、まあ、消しゴムは別に練り消しとかじゃなくても普通の白い普通の勉強に使っているような消しゴムで構わないですし、鉛筆も最初は別にそんなにいっぱい用意するものする必要もなくて、 2B ぐらい の、 鉛筆、メーカーは別に何でもいいと思います。 2B ぐらいの柔らかめの、ちょっと柔らかめの鉛筆が1本あって、あと紙は別にすごいいい紙画用紙を買う必要もないし、まあ、安い、100円ショップとかで売ってるようなスケッチブック、まあ、画用紙でもいいし、別に画用紙、わらばんしみたいな、そういうなんですかね、落書き帳みたいな、子供の落書き帳みたいなやつでも全然構わないので、あまりこう高い紙を 買って書くと最初は結構その変な緊張したりとかするので、思い切り書けるように、まあ、僕は最初は安い紙で書き始めた方がいいんじゃないかなと思ってるので、まあ、そういう100均とかで全然構わないです。でステップ3としては、まあ、タイマー、自分の好きな時間でいいと思うんですけど、まあ、20分から30分ぐらい、まあ、長くても1時間ぐらいですかね、まあ、時間は全然自由でも構わない、逆に短くて5分ぐらいでも全然構わないんですけど、逆に時間が短すぎるってもうちょっと書くのも難しいので、まあ、適度な苦にならない程度の時間を設定してもらえればと思います。で、目的、まあ、時間を設定したら、まあ、20分か30分設定したら20分か30分で1枚書き上げるっていうちょっとね目標を持ってちょっと望んでもらいたいと思います。そういう20分30分、まあ、時間を、まあ、例えば日にちをまたいでっていうよりは、最初の方、うちはまあ、1日目なので、最初なので短い時間で1枚の絵を描き上げる、まあ、全然描き上げるっていう目標でやってもらいたいと思います。で、時間を設定することですごくして、また目標1枚描き上げるっていう目標を設定することで、すごく集中できるんですよね。時間を設定せずにさ、だらだらこうだらだらっていうか、もう長めに書いちゃうと、なんていうんですかね、こうやっぱりだらだらちょっと書いちゃうことがあるので、やっぱそれより最初のうちはもうちょっとね時間を設定して、その時間ちょっとすごく集中して書き上げるっていう方がすごくいいと思います。で、まあ、時間がなりましたら、まあ、タイマーが鳴ったらちょっと手を止めて、もうそれが完成ということで全然いいです。で、下手でも全然いいので、自分の顔見てなくても全然いいので、それはそれで完成っていう形にしてください。で、ステップ4で完成したら、まあ、端っこの方に、まあ、日時とか、まあ、何分くらいで書き上げましたよみたいな感じの、日時と、まあ、サインっていいますか、そういうものをちょっと記入しておくといいと思います。で、5番ステップ5なんですけど、まあ、下手でも、まあ、今回1日目書き1枚目、書き上げることができたっていうことを、まあ、ちょっと達成感というんですかね、そういうものをですね、大切にし
してほしいと思いますね。満足感とか、最初誰だって全然下手だし、最初から上手い人なんてもうほぼいないので、まず、まあ、最初はやっぱりそう上手くないとか下手っていうところに、ね、目についちゃうとは思うんですけど、まあ、それよりは時間内に集中して1枚書き上げたってことを、まあ、褒めてあげてください、ね、達成感とかね、そういうものを味わって、そういうものを、そういう感情を大切にしてほしいと思います。で、まあ、ちょっと今回はそれで一旦終わりにして、その次の翌日、まあ、ちょっと夜寝て朝とか、まあ、朝忙しいようで、まあ、ちょっとその翌日にまたその描いた絵を一回また見てほしいんですよね。そういうことでちょっとなんで一日、まあ、置くかっていうと、やっぱりちょっとすごく集中して描いたので、やっぱこう先入観、こう世界がこうどんどん狭まって、まあすごく何ですか、深くな、見方が深くなっちゃって主観的になっちゃうので、ちょっと一日、まあね、開けるっていうことで、すごく客観的になって、客観的に自分の絵を見ることができるようになりやすいので、一日置いて次の日にちょっとね、自分の絵をまた見直してもらいたいと思います。で、その時にやっぱり欠点じゃなくて、あ、ここをすごくよく似てるなとか、自分の似せることができたなとか、あ、ここすごく楽しく描くことができたなとか、そういう楽しかったところとか、よくできたところをちょっとこう探して上げてほしいと思います、ね、どうしてもやっぱ下手なところ、最初とかはね、下手なところが気がついてしまうんですけども、それよりは自分がまあできた、ここは良かったんじゃないかなというところを探してね、次のまたね、次にそれを糧にしてもらって、でまたできなかったところはできなかったのでところで、また続けて、まあ、やれば良くなるので、次回はこのこれぐらい、まあ、次ここは頑張ろうぐらいな感じで、初めとしては、まあ、その楽しむ、絵を描くことを楽しむということを重点にして最初はいいのかなと思います。で、まあ、こういうことを、まあ、できれば定期的に行ってほしいと思います。で、まあね、いつも自画像ばっかり、まあ、例えば毎日描けたとして、毎日自画像を描いてたら、まあ、まあ全然それはいいと思うんですけど、ちょっとつまんなくなってきたなっていうこともあると思うので、比較的、まあ、その描くっていうよりは観察する、描いてもらうことも最初ね、慣れる必要もあるんですけど、観察するっていうことも大切なので、まあ、新しい全然木なんですね、題材、自分の手を描いたりだとか、あと友達を描いたりとか、まあ、好きな人、家族とか、まあ、子供いる方だったら子供、まあ、兄弟、まあ、彼氏彼女とかに協力して描いてもらうっていうのもいいかなと思います。でポーズしてもらう人も、まあ、ずっとしといてって言ったら、なんかね、ちょっとこう頼みづらかったりとか、まあ、ポーズ撮ってる人もすごく大変なので、例えばなんかテレビ見てる、一緒にテレビ見てるんだったら、家族だったらテレビ見てるところをちょっと今描いてるから、ちょっとそのままちょっと止まっててくれるっつって、多分協力してくれると思うので、まあ、そういうなんか本を読んでるところとか、ちょっと居眠りしてるところとか、まあ、あと彼氏彼女だったら何ですかね、何か、まあ、相手がなんかちょっと何かに集中してるところをちょっと描かせてもらうっていうのが楽しく描けるんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと見せてもいいと思うんですけど、最初はね、うまくなかったらあまり見せれなくても、見せれないとは思うんですけど、まあ、別に見せれれば見せれて意見を伺うとまたいいかなと思います。まあね、自分の訓練、まあ、デッサン、こういうことをするとデッサンにも、デッサンとしての、まあ、技術的な面もあるんですけど、そういう友達を描いてあげたり、好きな人とか、家族を描いてもらうことによって、描くことによってコミュニケーションとしてもすごく成り立つのでいいと思います。これ僕浪人中になんですけど九州、僕田舎が今、神奈川に住んでて、九州が、田舎なんですけども、そこに浪人時代青春18切符で、まあ変えたんですけど、その間中まあ、電車の中で絵を一
人のなんか寝てる人の絵を描いたりとか、立って 本読んでる人の絵を似顔を描かせてもらったりとか、そういうことでして楽しんで九州まで旅行したんですけど、まあ、そういう感じで絵を、ね、今回は楽しむということを 最優先にしてもらえたらなと思います。はい、でも本当に下手でも全然構わないので、下手上手いじゃなくて楽しむって自分の描けた絵を、まあ、いいところをできるだけ見つける。でそういいところを見つけると、まあ、他の人の作品を 見た時もいいつけをいいところを見つけようとする癖になるので、そうするといいところを見つけられると自分の作品に生かせられたりとかするので、本当に、まあ、そのダメなところはもうほっといて、いいところを見つける、自分の特に自分のいいところなんてなかなかね見つけ難しいかもしれないんですけど、一つでもいいので、なんか今日この絵はちょっとここができたな、いいところがあったなってところがあったら、そこをね見つけて評価してあげてくださいね。ぜひあげて、本当に絵を描くことをまず楽しんでもらうために、デッサン初心者の方には自画像を進めています。はい、まあね、ちょっと長くなってしまいましたが、今回は以上になります。また何か質問などありましたら、メッセージ、またチャンネル登録、いろいろいいねとか評価、まあ、シェアしてもらったりとか、そういうことしてくれるとすごく嬉しいです。最後までありがとうございました。